好的哈喽大家好，我是妙女子，欢迎收看最新一期的对马岛之魂。这一期呢我们继续来做杰奈的任务，杰奈的任务已经完成了两部分，应该是，我看一下，应该是两部分啊，第三部分了，恋狼是第三部分，我们这一期应该可以把杰奈任务全都完成。上一期我们就是杀了三个人啊，寂静暗杀拿了三个人头，然后给杰奈交了个差。黒犬は子供までさらうのか。ああ。そしてマムシの兄弟に売るんだ。どこにおる？この先に野営がある。猛虎が見張ってるけどね。ならばまとめて切る。黒犬は私が殺さなきゃ。亲手杀死黑了。杀嘛。ずっと昔に機会はあった。でもできなかった。力を貸すぞ。这个东西都很正常，杰奈喜欢人，我觉得人也挺喜欢杰奈的。そして命乞いさせてやりたい。無様な姿で。無論だ。黒犬を始末すれば。你想的吧，人的命他就是杰奈救的嘛。然后他们俩在一起是吧？互生情愫，到最后杰奈还是要还会再救我们啊，那都是后话了。行こう。猛虎だ。見つかったら仲間を呼ばれる。俺がやろう。哇，那块人还挺多的。黒犬の野営は海岸沿い、すぐ先。行くぞ。要暗杀流吗？暗杀的打吗？真是。見知った地なのか。槍川を出た後、タカと来たんだ。かかまってもらえると信じてね。物見を始末して黒犬を孤立させるぞ。今度こそ逃がさない。那采取什么样的方式？一二三四五六，六个，六个不是很多。没有看到，没关系啊。炸了一个那个什么，这些就差不多。使用了一下技能，把这个地方稍微搜刮一下，再去找杰奈说话。一个蒙古珍宝，萨满鼓。好的，搜刮差不多啊。黒犬はいないみたいだ。我也没看见。尻尾を巻いて逃げたな。絶対に逃がさない。待て、船が沖に出ておる。あの中だろ。正好有艘小船。小船に乗るよ。急いで。船上还有个东西，但是我没有拿，没有拿上，直接坐船走了。猛虎の悲鳴で呼び出す。何か思い違いをしておるな。すべてアルタンの命だ。子供をさらっておるだろう。違う、あれは忘れたとは言わせないよ。私と弟のタカを捕らえてマムシの集落に撃ったじゃないか。タカ、あれは可愛い子だったな。俺の記憶ではお前があいつを差し出したんだぞ。知っていれば
当时杰奈以为黑狼会给他很多饭吃，所以说他把他弟弟也叫过来，但是没想到黑狼转手把他们给卖了，没想到黑狼是个奴隶犯。谁都有年轻的时候，对吧？小孩子不懂嘛，谁给他吃的他就认为谁对他好。木叶子，没问题，好的。アルタンも我らのことに気づき、動かざるを得まい。ジン、黒犬が言ってたこと、本当なんだ。なんだと？看剧情。あいつとは大綱であって、飯と寝床をやるって言われたから。タカも連れて行ったんだ。気づいたら酒飲まされて眠って、之后就把他们两个小孩子给卖掉了。タカは起きなかったけど、人人得以诛之。私は見てた。あいつを殺せばタカを救えた。でも怖くて見てるしかなかった。せめてはならぬ。こたびのことで守られた子もおろう。少し休みたい。宿に戻るよ。あとで会おう。黑狼，黑狼穿了一个黑衣服啊，并不帅气，就被我们这么给搞掉了。潜行护身符，杰奈的任务大部分都是这样子啊。杰奈的任务第四部分，我们去第四部分。在这之前，我们加一个技能，把这两个加满，架势所有都加满。杰奈，这就没有一个能让我快速旅行的地方吗？真是。好吧，我们走。两把苦。好的，我们到了这个，是这个叫什么？杰奈的任务啊！天哪，这非得做梁上君子吗？这就没有是让我直接下去的路啊。哦，在这儿。哎呀我天哪，真疼。杰奈为了见你翻窗而来呀。何事だ？アルタンが来たんだよ。おかげでこのざまだ。串の境にある野営で待ってるとさ。許してはおけぬ。必ず成敗しよう。殺すしか。捅了他一刀吗？民を守るが我らの務め。アルタンにも思い知らせてやる。至死方休。それはあんたの務めだ。就上去跟人家打架嘛，对吧？ユナはどうなのさ。野党に誇りなんてない。どうにかするから。約束だ。約束なんて信じられないね。ことも馬のところに行こう。OK， 上马。哎呀。去对马。还得等等我们的媳妇儿。罠に飛び入るようなものだぞ。でも位置には借りがあるんだ。我らの狙いはアルタンだ。
何があったにせよ心をとらわれるな。何も知らないくせに。一度会ったのはマムシの集落。あの子も芸人だ。それからはいい姉貴分さ。面倒もよく見てくれて。逃げ出したのも一の案。一が選んだことだ。仮ではない。まだ続きがある。三人で逃げようって約束して。一斉に走り出した矢先に一が悲鳴を上げたんだ。でも助けなかった。あの子を見捨てたのさ。命の恩人をね。己を責めるな。マムシの兄弟に挑んだとしても、没回头是对的，一个小孩能做什么，对吧？殴り殺されておっただけだ。逃げるが勝ちだったってこと？分情况。しかも子供だ。打不过要跑，留得青山在，不怕没柴烧。後ろめたさを引きずるな。過去の話だ。アルタンとの戦いで枷になる。そんなこと言われずとも分かってる。哎，嘿，没错，我们和杰奈酱说得很清楚了，千万不要让这种事情成为他心里面的某个结。这个地方我们之后再清，直接去阿勒坦的营地就行。没想到路过这个地方直接把这个地方给解决了，本来想着回来再解决的，没想到路过还必须解决，不解决的话我们的妹子会直接停下来让你解决。行吧，解决就解决吧，顺便把这里面再搜刮一圈。路过这个地方，这个营地肯定是有原因的，肯定要让我们拿很多的材料然后过去跟人家打架。搜刮完毕了啊，但是没有得到特别多的东西。哎，那边有一个刀的皮肤啊，我们去那边拿一下。荣誉之柱，看看这个刀什么样子，把它用上。这个，哼哼哼哼哼。就跟搞了一个大骨头似的。到了。ここだ。抜けるな。アルタンの兵の数すらわからんぞ。どこかに隠れてるかもね。先把这人都清了。有哇火人字儿多啊。哦，有两个人，三个人，
那会儿不是还有个拿刀的吗？跑了。哦，给吓跑了呀。上来看一个蒙古珍宝，看看这次得的是什么？下嘎？哦，这不是我们玩的羊杆吗？对吧？嘎了哈！我们拿着羊杆，一个羊骨头上面只有一个。这三个人肯定会有重叠之处。嘿，还有点远呢。哎，看着啊，哎，俩人搞懵了。玩起来。还有带毒的呢，看到了吗？完事儿了。哎呀，真是。没几个人了，其实可以上去直接那个什么，秒杀。哎，直接拿弓箭杀吧。还有一个不多了，哎，那边还有一个，把他杀了，我们就有一个那个什么，别走了，走太远了。哟呵。我急，这肯定一下打不死。但是我们还可以用，玩一玩暗杀也挺好玩的。你家伙不起来是吧？要杀那个大胖子，在这儿。把这个关一下。完了兽。好，死一个。多吓人！看呐，葫芦娃孙爷爷。轻刀，来吧！人呢？就这一个，那我岂不是很亏？没有了。还是说这个区域就这个？我觉得没这两个。哦，那边还有，你看，还是亏了，亏了。家伙还在这儿巡逻呢，真是凶！刚开始没把你杀了，等你到现在。いつまで逃げて回るつもりだ。啥一天都不会累。好的，我们先把这个地方搜刮一下，再和杰奈说话。搜刮的差不多，好多东西都满的。想把东西都调整一下。爆炸剑，
谁来了？アルタン。手下を引き連れやがって。来吧，决斗吧！阿德拉坦。那就你就直接搜喵女子生化危机七，这样搜的话，可能其他平台就会出来。我就为杜绝这样的现象，所以说我就多平台发的视频啊。数々の所業を悔やむがいい。接受你的罪孽吧。表せるでない。同胞を手にかけておいて。マムシの兄弟も黒犬も裏切り者だ。だからどうして、クロードとなって殺してもいいという。同胞。大肆杀戮的理由。怪不得龙三和你反目了。你看，人家离间器也不错啊。这个时候我们不要怕，直接天之一刀干死。这是盾兵啊，我们要改成我们的盾。举起你的小刀刀，听。お前も生き残るのに必死なの。それにしてはなぜそう同類を毛嫌いする。これは平和のために必要。お前はただの人殺しだ。え、我花嘘を重ねるな。自分の決心め。おお、おお、干什么？哎，刀。哎，我看这个。哦，我一直都没有换架势，我就说嘛，我要的是这个架势，这五下很快的，整差了，整差了，真是，刚刚一直都没有换过来盾兵，我本来想秀一把的，结果没秀成，尴尬，这妹子来了。アルタンを殺してもクロードを敵に思う連中はいる。みんな次は自分の番だって怯えてるよ。俺が切るのは悪人のみだ。私たちはどう見る？ただの化け物。あんたらはよくやったと思うよ。さよなら、ユナ。一の言葉気にしないで。皆に恐れられては叶わんな。あんたの行いもその訳もわからない奴らはいる。だが下道に落ちてはおらぬか。落ちててもあんたには正義があるよ。依然站在正义的一方。何为正义的一方？好的，杰奈的任务四个都完成了，应该还会有一个他弟弟龙的任务啊。弟弟龙的任务稍微虐一些。帅啦，远程护身符。哎，不给黄金。嗯，我们现在缺一个黄金，缺一个黄金我们可以把刀具升到满级。你看在泥里面睡了五个小时，对吧？我们对马英雄就经常干这种事情。哦，好的。这一期视频呢25分钟啊，刚多不多，说少不少，我们这一期就到这里结束啊。下一期做这个主线任务，主线任务稍微长一些，主线任务做完的话应该还会再出现两个支线任务啊。那我们就在下期再见各位，拜拜。